We are here. WA Radio. WA Radio. 成沢義弘、アンドレア・ポンピリオ。まあもう一つ、その本当にそういう方に支えられているのが一つと、うん、まあ、もっと言うとね、うん、小田原の頃に、小学生で来てた、まあ、親に連れられて来てた子が、うん、もう今ね、立派な大人、立派なとか結婚しましたって言って相手の人と食事に来るんだね。すごいわ。すごいでしょ。なんかね、レストランのなんか一つのこう、素敵なところってなんか人の人生とずっと共にこう歩んでこれてる。だからだけどそうだね、そういうもんだね。そうだから、やっぱり家族が、ね、うん、例えば小田原のお店で出会ったカップルが結婚をして、うん、今家族を大勢連れてうちに食事に来るっていう方もいるし、うんうんうん、もうね、だからで特に、まあ、ちょっとこう話は飛ぶんだけど、うん、今のこのコロナ禍、うん、ね、去年の3月、うん、ガサッとこうね、うん、お客さんも外に行かない、うん、うん、結局支えてくれてるのはその頃からの、あ、すごい、顧客の常連のお客様たち、うん、今大変でしょうって言って、うん、来てくれるとか、あとお弁当も買ってくれる、うん、はいはい、もうね、すごいね。いや、すごすぎて、よくどうしていいか分かんないぐらい、うん、すごい。で、まあそういう意味で言うと、そのだからシェフとしてはほら当然、まあ料理でしか返せないじゃない。そう、それとね、やっぱり自分がこう前向きに進化してるっていう姿を見てもらう、うん、でやっぱり彼ら、まあその今ね、ちょうど話としては、2003年、うん、東京に移転しました、オープンしましたまで来てますけど、うん、結局その後、まあさっきから話がある2006年に土のスープを、うん、学会で発表してからというもの、特に今度は世界中から東京の今のお店にお客様が来てくれるようになるっていう流れになっていくんだけど、まあまあその段階でもまたね、この後話をすると思うんだけど、まあもう一つさっき言ったその出会ったカップルが家族を作って今食事に来てくれるっていうすごく嬉しい話と、もう一つはやっぱりこのレストランの流れの中で人生を終わっていった人たちもいっぱいいて、最後の食事ですっていうのも何度も作らせてもらってる。それは家族がレストランに来てくれて、いや実は今もう最後に食べたいものは何、うん、って聞いたら成沢シェフの何々だと、スープだと、スープしか飲めないって言ってくれて、で作ったにもあるし、うん、まあそういう一般の方々もそうだし、あとはね、いろいろな、本当に素晴らしい昭和の映画スターたちも何人も、うん、小田原の頃からずっと来てくれてて、うん、もうそうだね、何人も何人もね、うん、で最後まで来てくれてて、うん、ギリギリまで、うんうん、すごく嬉しい、うん、し、うん、ね、なんかこう食の、ね、パワーというか、うん、エネルギーっていうのは、うん、最もヒューマンな関係値だよね、うん、ある意味よくそのシェフっていうのはいわゆる厨房っていうのは裏方っていうイメージがあるんだけど、うんうん、実はものすごい影響を与えてて、 そうだね、それを口にする人たちっていうのは、まあ、本当に不思議なもんだなと思う。自分なんてね、愛知県の知多半島の土井中、ね、うん、ね、まあ、ど田舎っていう言葉が結局悪い意味ではなくて、本当にそういう自然に囲まれたさ、東京なんていうのは
ね、もう20歳近くなるまで行ったこともない、うん、テレビでしか見ないような世界であったり、うんうん、ね、ましてや世界、うん、ね、ただまあ自分としてはやっぱりその中学生の頃から海外にはね、うん、興味があって、うん、行ってはいたけど、うん、なんだろう、全然別世界だなっていうね、うんうん、中でやってきて、うんうん、でまあこういうレストランというかね、料理を作ってることによっていろんな方と出会うことができて、それがまあ別にその有名な人だけじゃないからね、ではなくて、ね、うん、でもまあその中にそういうその、ある意味まあお医者さんもいっぱいいるし、うん、ね、人の命を日頃救っている人たちや、うん、それからいわゆる、ね、うん、映画人として、うん、ね、人に勇気や希望を与える名作を作っていく人たちが、うん、ひとときの安らぎを、ね、求めてくるよ、得てくれて、ね、うん、美味しかったって言ってくれるっていう、うん、そういうその自分がね、そういう仕事ができてるっていうのすごく、まあ、こうやってこの有名なアンディと出会えてるっていうのもね、すごいことだしね。そうでしょ、うん、あれは余計なこと言ったな。いやいや、リアクションしようがないなって。いや、照れるとこじゃないか。感動してる話だった。いや、照れるとこじゃない。あ、違う。